皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はグランブルーファンタジーリンクのファミ通紹介をしていきたいと思います。世界壮大な冒険の舞台は未知のゼーガグランデ空域へ。物語の舞台となるゼーガグランデ空域はグラブルには現時点で未登場の空域です。メインストーリー内でも特殊な空域という言い回しでしか触れられていません。今回のディザートレーラーでは森、砂漠、氷の洞窟、町など様々なフィールドがあることが確認できました。背景も丁寧に作られており、その完成度はグラブルの世界を自由に動き回れると言っても過言ではないほどです。町で暮らすノンプレイヤーキャラクターの作り込みも感心させられるほどの出来です。生活の様子が垣間見えそうです。圧倒的なビジュアルが新たな冒険を盛り上げてくれます。ディザートレーラーではメインストーリーを彩るカットシーンも確認できました。特に圧巻だったのはキャラクターの作り込みです。造形や影の入り方など見事な出来栄えで、開発チームが掲げるグラブルのイラストを 3D で表現するという目標が達成されていると多くのファンが実感できたことでしょう。また注目の新キャラクターについても詳細が公開されました。ローラン、キャラクターボイスは神谷博さんです。ゼーガグランデ空域で出会う旅の協力者で重要人物の一人です。リリンク独自の新キャラクターであり、声優の神谷博さんが演じることが判明しています。映像にはガランツァと同じ衣装を身にまとう謎の人物もいます。その見た目から種族はハービンと思われます。開発チームのコメント。空の世界が舞台の作品ですので、普通の世界とは異なる風や大気を感じていただけるような空間を、表現を楽しんでほしいと思っているというコメントでした。というわけで今回はこの辺で、グランブルーファンタジーリンクのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。